1992年の阪神タイガースでは、1992年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、中村克弘監督の3年目のシーズンである。前年まで2年連続再開この年も再開の呼び声が高い中、前年9月2号連続関東勝利を演じた、投手陣は、 本拠地半身甲子園球場のラッキーゾーンが撤去されたことも有利に働き、エースに成長した中田浩二、防御率リーグ2位の中込真、し6月14日にノーヒットノーラン達成の湯船と白ラ先発陣とストッパーに起用された2年目の田村務などの活躍で12球団断突のチーム防御率2.90を記録。一方攻撃陣は2年目のトーマス・オマリー。 対応を解雇されたジムパチョレックを中心に、前年までの実績がなく彗星のごとく現れて、亀新フィーバーを巻き起こした亀山つとむと新庄剛よ新人の久じてるら若手が対等し、チームは首位戦線に躍り出た。8月の死のロードを10年ぶりに勝ち越すと、9月13日には旧連敗中のヤクルトに代わり7連勝で首位に立ち、9月19日には、 残り試合15試合で2位に3ゲームをつけていたが、その後は若手が経験不足を露呈、7試合あったヤクルトとの直接対決に大きく負け越して、首位を明け渡し、10月10日の直接対決で敗れ、力尽きた。優勝したヤクルトがチーム本塁打173本であった一方で、阪神のチーム本塁打は86本と、ラッキーゾーン撤去の影響は、 長打力を大きく削ぎ落とす結果になった。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。色付きは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。